現在、海上自衛隊護衛艦加賀の大規模改修工事も中盤に差し掛かり、F-35B 戦闘機艦載のための甲板や格納庫の改修が進んでいるとの情報をキャッチしました。今回は、護衛艦加賀や、出雲での F-35B 戦闘機運用を詳しく見ていきますね。桁違いの排気熱は、1800度に達するのか。2022年の時点で、海上自衛隊に就役中の艦艇中、最大の規模を誇るのが、ヘリコプター搭載型の護衛艦出雲、型の1番艦、出雲、2番艦、加賀、の両艦であり、海外での艦種は、もともとヘリ空母に分類されることが多い。海上自衛隊においては、世界の通常の海軍では、コルベットと呼ばれるような大きさの艦艇から、こうした出雲、型のような艦艇まで、すべて一括りに、護衛艦と呼んでいるが、内部では出雲、型には、DDH という艦種記号が与えられている。DDH は、海上自衛隊において、ヘリコプター搭載型の護衛艦を指し示す艦種記号であり、イージス護衛艦は DDG、汎用護衛艦は、DD、最新鋭のモガ、ミガタは、FFM など、その艦艇の用途と性格を表す記号だと考えてよいだろう。太平洋戦争後の日本では、自衛隊は、軍隊ではないという、大いなる建前のもと、自衛のための最低限の実力を備えた組織と定義されており、攻撃的な兵器、兵装を自衛隊が保有することは、政治的にも、それを是認してこなかった経緯がある。これまでの憲法に照らしての解釈を見た場合に、攻撃的な兵器とは、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦が、その代表例とされてきたため、自衛隊が航空母艦を保有することについては、絶えず政治的な反対が付きまとった。現在の日本政府の見解でも、あくまで、自国が保有を禁じられているのは、攻撃的な航空母艦であって、防御的に用いる航空母艦であれば、憲法や自衛隊の理念には反さないという、立場を堅持はしているが、正直すっきりとはしない。しかし、出雲、片護衛艦2隻に、固定翼機である F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする改修を施すことは、事実上の航空母艦化であり、まあ、これまでの経緯を踏まえれば、ここまで踏み込むことができたことは、時代の変遷を感じざるを得ない。出雲、片護衛艦の登場が、二昔ほど以前であれば、その航空母艦化を問題視する風潮は、今よりはるかに大きかったのではないかと思え、マスメディアや野党からの反発も、非常に激しいものになっていた、可能性が高いだろう。出雲、片護衛艦の航空母艦化が、そうした言説によって妨げられなかったのは、近年の日本の置かれた、安全保障環境が尖閣諸島をはじめとする、南西諸島への中国の進出に対し、多くの国民が、危機意識を抱いていることの裏返しとも思える。1991年に、自ら崩壊するまでの間、旧ソ連邦は、日本の最大の仮想帝国であり続けていたが、この崩壊で長年続いた冷戦構造に、終わりが訪れたかと思いきや、代わりに、2000年代からは、中国の海洋進出という、新た脅威に、日本は直面する。中国海軍は、黄海、東シナ海、南シナ海と活動領域を順調に増加させており、2012年に、1隻目の航空母艦、遼寧を皮切りに、2019年に、2隻目の、山東を就役させ、今年2022年には、3隻目の、福建も進水させてきた。これら中国海軍で、未だ実戦配備された、正規の航空母艦は、山東、1隻のみとはいえ、すでに、練習用の航空母艦として、運用が続けられている、遼寧も西太平洋に進出して、軍事演習を行うことが可能なほどに、
その勢いは増加している。こうした中国海軍の海洋進出への危機感が仮に有事となった場合、南西諸島では沖縄の那覇にしか使用可能な滑走路を確保できていない。自衛隊としては別の手段で航空戦力を投射する方向を模索する必要に迫られたのだと思える。折しもアメリカのロッキード・マーチン社製のいわゆる第5世代戦闘である F-35 ライトニングには、そのラインナップに短距離離陸、垂直着陸での運用が可能な B 型を含んでおり、同機の存在も、出雲型の航空母艦化を具体化させた。日本では、この F-35 ライトニングに B 型を、現状では、総数で42機調達する計画が進められており、通常時には、宮崎県の新田原基地に駐機される予定の同機は、任務の必要に応じて、航空母艦化された出雲型に艦載される手はずとされている。出雲型護衛艦は、1番艦の出雲から先に航空母艦化の改修工事が始まっており、こちらは2020年3月から2021年6月にわたって定期的なメンテナンスのタイミングに合わせて第1段階の改修工事が行われた。ここでの出雲には艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型のエンジンの排気熱に対する飛行甲板の耐熱強化を中心とした改修工事が行われたが、これは同艦がこれまで回転翼機のみを運用用する仕様となっていたためだ。これに加えて出雲では F-35 ライトニング2を全天候の環境下でも安全に着艦させるための誘導装置の搭載も行われており、これらの改修工事を終えた出雲は、現在、一旦、通常の任務を行うべく現場復帰している。出雲の2回目の改修工事は、2025年3月頃から行われると見られており、そこで現在は、艦を上空から見た場合には、先端が細く絞られた、形式の台形状の飛行甲板は、スクエアな四角形状の形状へと拡幅されることが決まっている。この飛行甲板の拡幅工事は、現状、基本的に垂直離陸、着陸のみを行う回転翼機では不要であった、拡幅後の滑走スペースを、短距離離陸が必要となる F-35 ライトニング 2B 用に確保するためのもので、その運用効率の向上が目的である。出雲型護衛艦の航空母艦化が検討された際には、イギリスの航空母艦で、同じく F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするクイーン・エリザベス級のように、艦首にスキージャンプ式の発艦装置を設ける案も検討されていたという。近い出雲型は、艦首部に重量のあるソーナーを内蔵していることから、スキージャンプ式の発艦装置を設置した場合には、艦そのものの重量配分が厳しくなると判断され、F-35 ライトニング 2B 型の運用効率が下がることは織り込み済みではある。一方、2番艦の加賀は、2022年9月現在は、ちょうど、1回目の改修工事に入っており、出雲の1回目と同様の内容に加えて先んじて、飛行甲板の先端の拡幅工事も行われる予定であり、2023年度までの実施が見込まれている。加賀の2回目の改修工事は、2026年度から行われる予定とされており、完成自体は、先に2度目の改修工事を終える出雲から終了することとなるが、艦内部の格納庫等の区画の割り当て関しては、並行して検討を行うという。これには、先行して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の強襲揚陸艦等の実績をもとに、少しでも
運用効率の向上を図る区画とする目的があるようで、戦後初の固定翼機の運用に細心の注意を払う姿勢がうかがえる。出雲型は基準排水量 19,500トン、満載排水量 26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートルの艦体を持つとはいえ、 F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載数は10機前後と見られており、本来的に航空母艦と呼ぶには決して多くはない。また出雲型護衛艦が中国海軍の潜水艦の活動を抑えるために、現在の海上自衛隊艦艇の中で、最も多く対潜哨戒、能力としての回転翼機を、一度に運用可能な艦艇であることを考慮すれば、その航空母艦化は、手放しでは喜べない側面もあるだろう。